はい、どうも、ケイジロウです。今ですね、駐車場から大手門に向かっております。ようこそ今治城へ。はい、というわけでですね、今回は築城名人藤堂高虎が築いた今治城です。はい、ここからですね、天守の頭が見えてきます。長い土橋をね、渡っていきます。内堀はですね、70メートルあるみたいです。いい天気ですがね、若干風が強いですね。はい、正面にね、めっちゃでっかい石が見えてきました。わざとね、目立つ場所に据えられているようですね。城奉行の渡辺官兵衛にちなんでですね、官兵衛氏と呼ばれていました。はい、この門がですね、黒金門と言います。黒金門の手前に高麗門があったみたいですね。その高麗門を抜けてもですね、枡形小口と黒金門が行く手を阻む感じとなっております。門にはね、鉄板が張られておりますね。重厚な門です。黒金門を抜けてもですね、多門櫓からの攻撃が待ち構えております。はい、それでは天守がある本丸へ突入していきます。はい、これが今治城の天守櫓です。五層の天守で相当型天守というようですね。残念ながら現在は五層六階の模擬天守となっております。天守内部はですね、歴史資料館となっております。天守内は撮影禁止だったので撮影はしておりません。多数のね、具足や刀や鉄砲などが展示されていてね、興奮しましたね。ちょっとテンション高めになりました。最上階からはですね、今治の城下町および瀬戸内海が一望できます。瀬戸内海を行き来する船を監視する役割があったと思われます。はい、二の丸に降りてきました。今日はね、平日なので人がほとんどねいませんので、ゆっくり見て回っております。
はい、藤堂高虎のね銅像の前にやってきました。戦国武将のね銅像はやっぱり馬に乗っている姿の方がねかっこいいですね。はい、藤堂高虎はですね身長190メートルあったと言われております。主君はですね浅井長政から徳川家光まで12人の主君にね仕えてきた世渡り上手な人物であります。お金櫓です。この櫓の中は現代美術館となっております。続きまして山里櫓です。この櫓はですね古美術館となっておりましてね、この櫓の中にもですね具足が展示されておりました。山里櫓の真向かいにあるのがですね、武具櫓と黒金門につながる多聞櫓です。黒金門の櫓内を徘徊中です。黒金門にね押し寄せてきた敵の頭をめがけてですね石をね落としていきます。マス型小口に入ってきた敵を狙い撃ちできますね、こっから。
石垣はですね、野面積みがほとんどですね。そしてたまにね、白い石が野面積みの中に入ってるんですけど、その白い石は大理石が使われているようですね。このね、内堀はですね、海の水をね、引き込んでおります。なのでね、堀の中にね、海の魚が入り込んでいるみたいですね。また堀の底から真水も湧いているらしいです。はい、ということで今回は四国新港第1弾今治城でした。結構ね楽しかったですね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。さあ次行きましょう。